の公平は。お金が使えそうですもん、団体。そこにしがみついていると、利権がもらえて、お金がばらまかれるところにいるわけよ。なので、その人たちの手稼ぎ、足稼ぎになってるから、結局何にもできないんですよ。例えば医師会がそうです。ってるわけですから、ね、医者の給料が上がったりとか、医者の権利が、そういう雰囲気が待ってたって、他の国してないから、みんなしなきゃいけないと思い込まされる。そういう洗脳を受けやすいことになってしまったんですよ。こういうことを言ってる政党、他にありますか？ないんですよ、残念なので。だから我々立ち上がらなければ、第三の戦場、第二にありますか？他の国が何倍になっても、日本だけ上がらないんですか？アメリカにとって日本で美味しい国だったんですよ。国民が勤勉で、従順で、やるぞー、ピコピコピコ。怒ってんの？コヘ。ここかわいいね、ここ。ね、こっち。ここかわいいじゃない、これ。あらまあ、かわいいことも。かわいいことも。ぽよ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 。何その顔？こちゃんのポンポンちゃん。ぽちゃ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 。かわいいね。ちっぽもかわいいね。そうなの。どうですか？負けたの。くるみちゃんに負けました、ね、育児なしの公平です。声が全然聞こえなくなっちゃった。バッテリーがもうなくなっちゃった。ちょこ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 ちょいのちょこちょこちょいのちょこ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 。もう話してやれよ。あーやばい、けっ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 け。私何食べるの？